アダム・グリフィスは、オーストラリア・シドニー出身の同国代表サッカー、選手。グリフィスは、国内の数クラブでプレーした後、2002年にニューカッスル、入ッするユナイテッド・ジェッツ FC に加入し、ジョエル・ライアンと二人の兄弟と再会した。ここでは、NSL が解体される2003から04シーズンまでプレーし、その後は、他の多くの選手たちと同様に国外へ渡った。 2004から05シーズンにベルギー2部のキロボルトをステンドに加入したが一部への昇格を果たせなかったため退団した。2005年夏にイングランド2部のワトフォード FC と半年のトライアル契約を結ぶも1年半の延長は勝ち取れなかっため2週間後にシーズン終了までの契約で3部の AFC ボーンマスに入団した。ここでは7試合に出場したが 契約は延長されなかったため2006年7月11日に同リーグのブレントフォード FC に加入。ブレントフォードではレギュラーとしてプレーしたがチームは4部に降格したため退団した。2007年に入滑するジェッツでプレーするグリフィス2007年5月16日、ブレントフォードを退団した翌日に古巣の入滑するジェッツ FC に復帰し、双子のジョエルと再会した。 2007から08シーズンの開幕戦、パースグローリー FC 戦で A リーグデビューを果たし、第5節のメルボルンビクトリー FC 戦で初ゴールを決めた。レギュラーシーズンをリーグ最小失点で乗り越えると、得点王とジョニー・ウォーレンメダルに輝いたジョエルに、引き入られグランドファイナルに進出し、セントラルコーストマリナーズ FC を無失点に抑え、1から0で破る見事初優勝を果たした。 2008年11月20日木曜日、グリフィスは A リーグに新たに参戦するゴールドコーストユナイテッド FC と2009から10シーズンからの3年契約を結んだ。ゴールドコーストで1試合出場した後、移籍金65万ドルでサウジアラビアのあるシャバブリアドに移籍した。あるシャバブで出場機会はあまりなくゴールドコーストに復帰することが報告されていたが、 2010年2月3日に AFC チャンピオンズリーグ2010に出場するアデレードユナイテッド FC に加入した。しかし、出番がなかったグリフィスは、同年後期に中国サッカースーパーリーグで4位入賞し、AFC チャンピオンズリーグ2011出場権を獲得した杭州緑城速球クラブに移籍した。2012年6月4日、 シドニー FC と一年契約を結んだ。2008年3月、ピム・ファーベーク監督の下でシンガポールとの親善試合でオーストラリア代表デビューをした。双子のジョエルと弟のライアンは共にプロサッカー選手でオーストラリア代表でプレーしている。また、アダムはサッカー以外にも映画監督兼ライターを仕事に持ち、女優のリリー・ブラウンと結婚している。 Griffiths makes moves Watford, Defender, Griffiths leaves Watford, Cherries sign X, 4 nets Defender, Griffiths signs for Brentford Adams set 4, Take Off 80 Jets, Twin Peaks, and Now for the Sea Clear, Griffiths signs for Gold Coast United Big, Offer Just Too Good Too Refuse, Let's Sign, Griffiths for ACL, シドニー FC サインアダン・グリフィス、グリフィス・ブラザーズ2プレイウィックパートイン a リーグファイナルズ・アダムズ・アーティストリー、オンオフ・フィールド。ありがとうございます。